はい、旅したガールです。よろしくお願いします。今回のテーマはこちらです。夏休みは家族で一日中楽しめる柴又ワールド。柴又ワールドのジャンボプールは1980年にオープン、うん、北陸の方にはおなじみのテーマパークですよ ね。夏といえば柴又ワールド。我が家も子供が小さい時はあのちっちゃい子用の遊園地なんかあってね、室内のそういうのもあってすごい楽しめましたよ、はい、そうなんですよ、まあ、プール、アトラクション、そしてキッズコーナーなどもありまして、さらに美味しいグルメも揃ってるんです。ぜひ夏休みの参考にしてみてください。それでは行きましょう。福井県の柴又ワールドへ旅したガール。柴又ワールドにやってきました。北陸で夏といったらやっぱりここですよね、うんうん、今回は一日楽しめる柴又ワールドを満喫します。行ってきます。気持ちよさそう。今年もやってきた暑い夏、うん、こんな時は北陸最大のテーマパーク柴又ワールド。東京ドーム12個分の敷地に巨大プールなど一日中遊べるレジャーがたくさん。今年のイチオシは小さなお子さんも楽しめる恐竜ウォーターパーク。かわいい恐竜たちと一緒に遊べちゃいますよ。もちろん大人も楽しめるスライダーなどがあることは言うまでもないですよね、うん、わーすごい。そして来月9月3日までの夏休み中は日没から午後10時の開園までスターライトプールを開催中。家族みんなで1日遊べるんです。今回一緒に紹介してくれるのはスタッフの水島さん、うん、水島さん、柴又ワールドといったらこのモンスターですよね。はい、こちらがザ・モンスタースライダー、そしてこっちがザ・モンスターウィングですね。この2大モンスターに合わないとやっぱり夏始まらないですね。そうですね、こちら4人から6人乗りのスライダーなんですけども、身長120センチ以上ありましたらどなたでもね乗っていただけますので、ぜひこうやってご家族とかでねご挑戦いただければと思います。ご家族でもいいですし、お友達でもいいですし、そして私と水島さんも乗っちゃいましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。どうぞ。まず挑戦するのはこちらのザ・モンスタースライダー、いざ最初のモンスター体験へ。それでは行ってきます。わー、いよいよ。行くよ行くよ行くよ。おー、行った。どうなのどうなの。気持ちいい。そうそう、あ、早い。雨も、うん、あ、急にグインと。お、わあ、うん、あ、結構見えるよね、結構よ、左右にね、うん、わー、楽しい。水島さん、すごい水。おお、ほぼノーカットだ。結構長く楽しめるんだね。いや、モンスターのお腹の中ってこんな風になってるんですね。なんかねえ、もう最後ワンゴはめっちゃ楽しかった。食べられた瞬間のこのお腹の中がね、グワングワングすごいんですよ、ね、スリル満点ですよね。私も楽しんでいただいて何よりです。楽しい。でももう一体モンスターいますよね。そうなんですよ、あのぜひねこっちも行ければと思います、うん、行きましょう、行きましょう、行きましょう。私こ濡れてますよ。休憩なしでモンスター体験行っちゃいましょう。次に現れたモンスターはザ・モンスターウィング。出ました。このそびえ立つ壁を攻略できるのか、うん、楽しそうだ。これもわあ、すごいな。いやー、この浮きは楽しそうです。もう一回の挑戦します。行きましょう。お、結構序盤からさっきよりなんかスピードが、スピードが出る感じ。おなんか皆さん笑顔でいい顔してるじゃないですか。大人も楽しめちゃうってね。気持ちいいです。わー、
顔してますね。おお、そうそうそう。気持ちいい。いやー、気持ちいいね。おお、来ましたね。あー、気持ちいい。ちょっと浮きましたね。せー、お尻がやっぱり2大モンスターどちらも強いですね。強敵、本当に何回来て何回会ってもこう楽しませてくれますよね。ありがとうございます。いや気持ちよかったし、もうなんかもうスライダーを超えて本当にアトラクション、ジェットコースターのような感覚ですよね。そうですね、やっぱりね、この壁に登っていく感覚、そして落ちる感覚っていうのがね、病みつきに、ね、なる方も続出ですね。ご家族揃って楽しんでいただきたい。この夏はシドマサワールドに来たら、まずはこの2大モンスターと戦ってもらいたいですね。はい、ぜひやってみてください。モンスター体験を終えてリラックス、優雅な時間を満喫した後は、腹が減っては戦はできるということで、水島さんと一緒に園内のレストランでお昼ご飯。腹ごしらえです。こちらのレストラン、広々とした飲食スペースなので、ご家族で一緒に楽しく食事ができますよ、メニューも豊富で、地元のご当地グルメも取り揃えているんです。あらしそばもあるんだ。今回的場が選んだのが、何ですか。福井に来たら食べたくなりますよね、ソースカツ丼。ソースのいい香りしてますね。たっぷり遊んだからお腹ペコペコなんですよ。ではいただきます。おいしそう。カツが大きい。いいな、しみしみカツ。どーんと乗ってる。いただきます。この軽い衣に薄いカツ、そこにたっぷりのソースがかかってて本当に美味しい。ありがとうございます。この甘めのソースっていうのもこう食欲そそって、この夏バテでもたっぷり食べたくなる味ですね。福井といったらこうなソースカツ丼ですからね。たくさんね、これからも遊ばなきゃいけないので、ここでしっかりパワーつけていただいて。そうですね、はい、続いてやってきたのは、お子様連れには欠かせないキッズパラダイス。ここはいいんですよ。室内施設で職業体験ができちゃうボブ君のワークパークや、カメラマンになってる、お寿司屋さんにもなれますよ。これが服着てできるんだよ、巨大クッション遊具で遊べる南の島の大冒険など、室内でいっぱい遊べるんです。こちらの水島さんのおすすめは、あ、何ここ。こちらですね、先ほど言っていた、はい、的場さんにぜひ挑戦していただきたいアトラクション、こちらゴーゴー迷路というところでございます。ゴーゴー迷路、はい、4種類の迷路が1つになった複合迷路になっています。面白そうですね。大人の方でも、そうそうそう、大人の方でもね、こちら挑戦していただけるので、ぜひちょっと、ね、やってみていただければと思うんです。わかりました。じゃあこのゴーゴー迷路チャレンジしてきます。行ってきます。よし、なんか海の中にいるみたい。なんか透明だから簡単そうで、お魚とかも泳いでる。難しそう。でもこれ進めるのか、あ、ここ壁だったみたいになっちゃう、透明だから。こっちにしよう。2つ目の迷路は難なく突破。おお、なんか順調そうな、まあね、お子さん向けですから簡単かなと思いって笑顔で進んでいくと、なんか余裕ありますよ。あれ、あれ、え、なんか閉まってばっかり。ね、正常さないよ。どこだ。あ、そうか、迷路でドア触るものの全部が埋まって、ドアの迷路は苦戦してしまいました。続いて動物たちがいる森の迷路。マントヒヒマントヒヒだね。なんで片言になってる。動物と緑の力で少しリラックス。ジャングルあやかだね。森を抜けると待っていたのはアスレチック迷路。忍者体験もしてるから大丈夫だね。たくさんのロープだね。いろんな関門を体いっぱい使ってゴールを目指します。ゴール。的場さん頑張って、的場さん頑張って、的場さんならできるよ。頑張ってる。うん、うんとこしょっと。おおおおおおお、
ゴール無事脱出できました。楽しかった。この4つのエリアでそれぞれ特徴があって、やっぱりね迷子になっちゃいますね。どっちかなって迷っちゃいました。ここなら安心なんだよ。子供から大人まで楽しめますよ。プールでも遊んで室内でも遊んでも大満足です。楽しかったです。ありがとうございます。でもこれで今日は終わりではないんです。まだ何があるんですか。はい、実は柴又ワールドにはキャンプ場もありまして、はい、この後もねしっかりキャンプ場にお泊まりいただくことも可能なので、ぜひね的場さんキャンプ場の方にもご案内させていただけたらと思うんです。お願いします。柴又ワールドにキャンプ場があったなんて。皆さん知ってましたか。日本海の絶景を眺めながらキャンプができるんです。目の前が海でちょうど夕日が沈む様子も見られるんですね。はい、夜になるとそして星空もお楽しみいただけるんです。あー綺麗なんだろうな。じゃあもう夏はもう日中プールとかあの室内で思いっきり遊ん で夜はバーベキューして、で星空見てキャンプして、はい、泊まることもできる。うん、思いっきり、ね、楽しめますね。はい、ご家族みんなで、ね、この夏思いっきり、ね、満喫していただければと思います。夏休み、ご家族の思い出作りに柴又ワールドはいかがですか。はい、もう朝のプールから夜、ね、夕日が沈むまで思いっきり一日楽しんできました。いかがでした。いいですね。もうここからも近いですしね、お子さん向けのコーナーもあったり、プールもね、お子さん向けのプールもあるじゃないですか。はい、もうぴったりだなと思いますね、家族で楽しむにはね。そうなんですよ。うん、いや本当にあのプールももちろんですけども、本当ちっちゃい2歳とかあの乗れないっていうお子さんはあの室内のね日焼けしない、うんうんうん、熱中症対策できる、あそこにいると親も助かるんです日差しを気にせず楽しめますし。そうなんですよ。確かに。しかもビルだから1階から3階までなんかそれぞれのエリアねいろいろ変わるんですよ。そうなんですよ。乗り物とか各階にあって楽しいのでね。お母さんとお父さんにも嬉しいという、ね、嬉しいですことなんですね。はい、でキャンプ場もあってそこで泊まることもできるんですよ。ね、驚きましたね。あと、うん、温泉も近くにありますしね。そうなんです。あの車で10分ほど行ったところにあわら温泉があるの でそこで日帰り入浴して、であのキャンプテントとかコテージに泊まるっていうのもおすすめですよ。うんうんうん、さあそしてやっぱり夏といったらプールですよね。うん、そのプールで外せないのが2大モンスター、はい、どうですかあれ。いや、ね、スリルもありますけれども、やっぱりこう乗ってる時のね的場さんもそうなんですけど、はい、皆さんのこの笑顔が、ね、すごく楽しそうでね、もう思わず笑顔になっちゃいます。もちろんスリルもあるんですけれども、はい、スリルもありすぎず、そう、ね、楽しくみんなこう家族で笑顔になれるのかなってこう思いましたね。はい、そうなんです。モンスターはね病みつきになっちゃいますよ。まず乗りましたザ・モンスタースライダー、うん、これモンスターに食べられちゃうんですよ。うん、いきなりグワンとってこうお腹の中にねこう吸い込まれるような感じでこう左右に振られるんですよね。うんうん、でスーッと出てくる。はい、お腹の中に吸収されちゃいました。そして続いてザ・モンスターウィング、この壁外から見るとかなり高さもあって急なんですよね。これぐーっと上に登った時の高さなんかもスリル満点、とても楽しかったです。やっぱり北陸の夏はこれで決まりっていう感じですね。そうですね。はい、さあ夏休みの旅行にもってこいの柴又ワールドです。来月9月3日の日曜日までは午前9時から午後10時までの開園となっています。ライトアップされた夜のプール、スターライトプールも楽しめますよ。キャンプ場に泊まってまるっと1日柴又を満喫するのもおすすめです。キャンプ場をご利用するとさらにお得になるプランもありますよ。さあ北陸の夏は柴又ワールドで決まりですね。ぜひ皆さんもお出かけしてみてください。以上、旅したガールでした。